ベッテンベルクはドイツ連邦共和国ヘッセン州ギーセン軍に属す町村である。この町はクロフドルフ・グライベルク、ビスマール、ラウンスバッフ派の3地区からなる。ベッテンベルクはギーセン市の北周辺部と直接境を接しており、グライベルガーラントに位置する。自然環境上はギーセンのラーアンタール定地がグラーデンバッフ派丘陵の一部である。 クロフドルフ系ニフィスベルクの森東部にあたるクロフドルフの森に至る北西の接点に位置している。ベッテンベルクは上級中心都市ギーセンのマジカ、デュースベルクの南斜面に位置しており、隣接するビーバータールと同様に人気の都市郊外住宅地である。クロフドルフの森の濃密な森林地域やグライベルク、女王有するベッテンベルクはギーセン都市圏の重要な近郊保養地あるいは、 ハイキングの目的地ともなっている。北北西方面から、ラーン川支流のそれぞれ10平方キロメートルほどの流域面積を持つ、それほど水量が豊かでないフォーンバッハ川、グライバッハ川、ビスマールバッハ川が町内を流れている。ベッテンベルクは、北はローラ、北東はロラー、南東はギーセン、南はホイヒエルハイム、西はビーバータールと境を接している。 ベッテンベルクは、ビーバータール、ホイヒエルハイム及びラーナウと共にグライベルガーランと共同体を形成している。ベッテンベルクは、クロフドルフグライベルク、ビスマール、ラウンスバフ派の各地区からなる。クロフドルフグライベルク、ビスマール、ラウンスバフ派の3つの村落は、新設されたラーン氏に1977年に編入され、ベッテンベルク管区を形成した。 この管区名は3つの集落のほぼ真ん中に位置する森に覆われた尾根に由来する。ラーン氏の廃止後、1979年8月1日に、この管区はビッテンベルクの名のもとに新たな自治体を形成した。クロフドルフグライベルク地区にあるベッテンベルク町役場2011年3月27日の町議会議員選挙以降、 この町の町議会は37議席からなる。2009年6月7日の町長選挙で、トーマス・ブルンナーは71%の票を獲得し、対立候補のカルステン・ゼルプに勝利した。この選挙の投票率は60.1%であった。16年間中央部局指導者として行政に携わったブルンナーは、2010年2月1日に、 ゲルハルト・シュミットの後継者として町長に就任した。2015年6月14日の町長選挙でトーマス・ブルンナーは68%の票を獲得して対立候補のティーモレーダーに勝利した。この選挙の投票率は44.9%であった。グライベルク上ベッテンベルクはグライベルガーラントの自治体と共に観光業の振興に努めている。 レジャー地としても人気なのがグライベルガーラントーク街、プール、ビスマール湖、ラウンスバッハ湖、クロフドルフの森の遊歩道である。見どころとしては、グライベルク城は言うまでもないが、木工技術博物館、三つの地区の古い教会や、郷土博物館なども見応えがある。2007年のゴールデンオールディーズの様子毎年7月の最終週末に、全国的に有名なオールディーズフェルティバル、 ゴールデン・オールディーズが開催される。この祭りでは、1950年代、60年代、70年代の音楽、ファッション、カルチャーが再現される。また、ベッテンベルクの各地区では、ビスマールのクレーマーマーケット、クロフドルフグライベルクの歴史史、ビスマールのメルヘンの日、ラウンスバフ派の収穫感謝史、いくつかの地区の境界会,会記祭のようなローカルで知られた。 祭りが行われる。近隣のグライベルガーラントの自治体、ホイヒエルハイム、ビーバータール、ラーナウと共同で、毎年、ドライメルカーフェストが開催されている。その多くは、グライベルガーラントインベーベグングなどの観光イベントと連動して行われている。毎年開催される、クラシック音楽のウィンターコンサートも有名である。ベッテンベルガー・ウィンター・コンセルテという名のもと、 クラシック音楽愛好家に知られている。伝統的に入場料は無料であるが、コンサートで寄付金を募っている。寄付金の使途については各コンサートシーズンごとにあらかじめ定められ、公表されている。ベッテンベルクは、シャニック祭の盛んな町の一つに数えられている。ラウンスバッハとクローフドルフグライベルクは、毎年、王子夫妻と、 伝統的な11人最低委員会との宴会が開かれる。これに対して、ビスマールでは2年ごとに宴会が行われるだけである。この宴会は風変わりなことで知られており、愛されている。毎年バラの月曜日には、クロフドルフグライベルク、体操、スポーツクラブの主催で、バラの月曜の舞踏会が開催される。射肉祭の火曜日には、クロフドルフグライベルクの伝統的なカーニバルの パレードが開催され、3つの地区すべてが参加する。ベッテンベルクに登録されている80以上のクラブの活発な活動は、上述のイベントへの参加、強力に発揮されるだけでなく、例えば自治体、学校やクラブ同士が協力して、木工技術博物館などのプロジェクトや、全国的な教育創造コンクールに参加するなどといった際にも見られる。さらに、クラブ自体が、 芸術展示、小動物展示、スポーツ、自然科学イベント、ハイキング、コンサート、講演会、パーティーなど多彩なイベントを開催してもいる。ベッテンベルクは、連邦アウトバーン A480 号ベッツラー、ライスキルヒエンセンに、固有のインターチェンジを有している。グライベルガー・ラント総合学校グライベルガー・ラント総合学校は、ベッテンベルク及びホイヒエルハイムの生徒のための、 中等教育の学校である。2007年8月から、ビーバータール及びホーエ園アールの生徒も入学している。基礎家庭学校の後、グライベルガーラント総合学校で、第10学年まで学び、ギムナジウムの上級学年で、アビトゥーアを習得したり研究したりするのか、宿業学校や企業の研修所に進学するのかを選択する。ベッテンベルク町は、様々なテーマ。 特に環境、自然や持続可能性の分野のコンテストに参加している。例えば2006年にはドイツ環境保護協会から天候保護の連邦首都となった。また2009年には天候保護自治体コンテストで優勝した。2010年10月にはコンテスト天候保護の連邦首都2010で第2位となった。ラウンスバフ派は 我らの村コンテストで2011年に第2位、2014年に第3位を獲得した。ありがとうございます。